長い期間話を聞いていて大変だと思いますけれども、よろしくお願いいたします。で、英語に関する話で皆さん関心の方もおありだと思いますから、ここにテキストを読むっていう、これは研究の方のトピックが書かれてるんですけれども、まあ、英語一般を含めて簡単に、いつもの授業はですね、英語をひたすら読んでいくという授業でですね、解説もあるんですけれども、英語をこなしていくっていう場合が多いんですね。で、今日は解説的に皆さん多分学年がまだ1年生とかかと思いますから、授業をさせていただきたいと思います。で、まずイントロダクションですけれども、この大学では英語のカリキュラムですね、についてですけれども、2つ種類あります。で、地域言語 A というのは地域によって、英語の場合にはオセアニア地域、それから北西ヨーロッパ、それから北米の地域が、の学生さんが地域言語 A として英語を実習することになっています。で、その学生たちはですね、1、2年生の時に、専門の科目として英語の授業を行います。で、英語以外で入った学生さんたちは、これ我々グリップ英語というふうに呼んでいるんですけれども、その英語科目を実習することになっています。で、違いなんですけれども、地域言語 A の学生もグリップ英語を取れることになっていますので、グリップ英語の方が広範な範囲をカバーしているということも言えるかと思います。で、地域言語 A の方の特徴としましてはですね、これから多少お話しする、例えば英語の音声に関する専門的な授業ですね、それから英語の歴史に関する授業ですとか、あるいはシェイクスピアのテキストというのは知らないと困っちゃうんですけども、バイブルとシェイクスピアですかね、それを読む授業とかですね、あるいは僕の授業でしたら、アメリカとかイギリスの、文化に関する最低限の知識を知っておくこと、それをテーマとして、専門的に授業を組んでいるというのが違いです。グリップの方は多様といえば多様です。例えば外国人の先生の授業とかですね、あるいはライティングに関する授業とか、さまざまな科目が設定されていますけれども、地域言語 A のように必ず履修しなければいけない必修科目として立てられているわけではありません。で、2番目に、僕が専門している文学とか文化研究というのが、どういう位置づけになっているのかという話をしたいと思います。まず A として、これずっと追いかけてくれれば話の趣旨わかると思うんですけれども、英語教育の一環としての理由、つまり大学で、文学とかですね、あるいは音楽についてのテキストとかを読んだりするときに、一つには非常に単純に英語を勉強するためにリーディングをやるという授業がある。で、B です。こちらも大学にとっては非常に重要で、高校ではおそらく欠落している部分だろうと思うんですけども、研究としてのリーディングということです。で、これ第一資料、第二資料と書いてありますけれども、第一資料というのは、そこにお配りした、これたった一つの例なんですけども、江戸川乱歩という、日本でも有名な作家の雑誌、黒猫という文学作品の一つがあったんですけれども、そういうものです。研究の対象になるんです。で、文字がない場合、先にちょっと絵を写してますね。現在の抽象絵画、ラッソン・ゴロフという、20世紀半ばの大画家ですけれども、そういうものもテキストになります。この場合は、海外のテキストというか、それから音楽であれば、その音楽、チャーリー・パーカーですね、ジャズ奏者の音楽であれば、その録音がテキストになります。こういうことです。これは第一資料あるいは第一資料という意味です。で、それに対して高校で、あまり関わりがないのは、この第二資料と呼ばれる、いわゆる研究書投稿のことですね。一つ、たまたま持っていて、これはフレジャズというジャズですね。アメリカのジャズについての、この研究書です。一冊の。こういうものを大学では読んで研究します。専攻研究と言いますけども、論文を読んで、
それに基づいて、この場合はたまたまジャズなんですけど、ジャズの結局をしているということです。で、それを読めないとダメだと、大学の場合ですね。そこは方向と大きく違うところだと思います。それから C です。グローバル化と括弧をついてますので、あと時間があればお話しますけれども、グローバル化を目指す現代の大学に必要とされている時期です。で、皆さんそのグローバル化ってことは散々耳にして、いらして、大学を選ぶとか進学先を考えるというのに、その程度グローバル化しているのかということを考えられると思うんですけれども、それは事実です。で、東京外国語大学の場合とか、あと僕のフィールドの研究者の場合、今更言わなくてもいいことだというのがあるし、外国もやってますから、ほとんどグローバルです。ただ、それを促進したいということであれば、例えばですね、普通に、新聞とかですね、雑誌とか、これ普通に本が読めなきゃダメですよ。グローバルできないです。ですから、そういう意味で一般的なリーディングの力をつけていくというのも大学の課題になるんです。それから D ですけども、東京外国大学の学問研究、まあ、大学では、言葉も重視して教えるんですけれども、学問とか研究をする、それが大学の役割で、これこそグローバルな基準です。どこでも、例えば英語を喋ったり、フランス語を喋ったり、中国語を喋ったりするだけであれば、大学は必要ないはずなんですね。ユニバーシティとつく場合というのは、研究をします。それに基づいた教育をするわけです。で、かつ、皆さんの場合、例えば東京外国語大学に、興味を持っていらっしゃる皆さんの場合は、留学をすることというのを多分念頭に置くことが多いと思います。で、その場合には、英語で、要するに日本語で、研究する、国文学を研究する、で、外国語は関係なくて、あるいは音楽を研究するという時に、多分イメージ、そういったイメージできると思うんですけども、日本の古典を読んで、源氏物語を読んで、それに関する文献を読んで、っていうのと同じことを英語でやることなんです。英語圏の場合にね、スペイン語圏だったらスペイン語、中国語だったら中国だったら中国語。で、それを留学した場合にはやるわけです。ですから、まあ、今日は英語に話を限定しますけれども、英語による授業環境です。そして授業が英語で行われていて、ですね、英語で発言しなければいけなくて、英語でレポートを書いてできなくて、で、そのためには英語の文献をネイティブと同じように読まなきゃいけない。という環境に皆さんは留学すると行くんですね、実際に。実際行ってるわけです。これから産地を見せます。で、そのための英語教育というのが、行われなければならなくて、で、実際にある程度行っています。で、これは典型校になっているステーキ・ユニバーシティのニューヨーク、アット・オーカムというニューヨークシティから110マイル離れたところにある大学の典型校なんですね。留学できる校からで、ね、そこのこれはコースディスクリプションで、授業がどういうふうに行われているかというのを知らますんですけども、まあ、今全部読まなくてもいいです。お家に帰ってもし興味があれば、ハーバード大学でもいいですし、コロンビア大学でもいいですし、それからこの定型校になっている学校ですけれども、そのコースディスクリプションを読んでみてください。で、これは19世紀と20世紀のアメリカ文学に関するコースですけれども、こういうコースになると、1学期に本を何冊読むでしょうかね。英語で本を最低でも5冊くらい読まなきゃいけない。これ、大学生です、普通のね。大学生の本を読む。まあ、皆さん、日本語で考えてみれば、1学期に日本語の本5冊あったら大丈夫だと思うんですね。それと同じことですね。で、こういうところに行かなければならない。で、それがもう一つの課題になります。グローバルとした大学。で、次にちょっと余計なお世話なんですけれども、じゃあ、これまでどうかというと、これ、スタディアブロードね、留学、留学すればいいかどうかっていうと、どうだろうっていう部分もあります。つまり、日本でやっても、留学してやっても、研究とか英語力を見つけるためにやることは多分同じようになっちゃう。あるいは東京外国大学とか、東京にある名門大学というのはあらかじめグローバル化していたという側面があって、なぜかというとですね、これ調べたんですよ。今普通に読むのに
これは僕の学生さんに教えてると。そのコースディスクリプション、ここの学生さんで僕の研究室で、作文直してって言ってた女の子が今あれを教えていて、これ彼女のコースディスクリプション。ですからあまり心配しなくていい。日本から行って英語で教えて、教える。もちろん日本で勉強してやっていくので、大丈夫だと思います。はい、でちょっとこれ余計なことだったかもしれないですけども、次に行きたいと思います。で、実践編ですけれども、これ実際に、じゃあ僕たちが、僕にちょっと限りますけれども、どういう授業をしているかということですね。で、これは、一つは、僕の授業は、基本的に、文学とかですね、絵画とか、音楽とか、いわゆる文化研究に関わった授業なんですけれども、当然のことながら、皆さんこれ1年生で入ってきてますよね。で、僕は2年生担当なんですけども、普通に例えば単語を覚えなきゃいけないわけですよ。ね、知識が発音も良くなりたいので、そういう練習もしなきゃいけない。ですから僕は普通のことをやるんです。まずその部分です。で、1番目の課題というのはですね、高校レベルから留学および一般レベルの英語力に皆さんを導くことという一つの目標です。で、これ大変です。大変です。大変です。非常に大変です。高校のレベルの英語でもほとんど皆さん1年生ですか ?1 年生の人。2年生の人。3年生の人。あ、2年生のですね。その2年生の人、2年生ですか英語難しいんですか難しいですよね。高校レベルも非常に難しいです。で、大学入試まで、この大学に入って、この大学じゃなくてもいいんですけども、今言ったような課題が後で待っているので、大変でも頑張って勉強してほしいんですけれども、そこからさらに、例えば留学すると TOEFL っていうアメリカの大学の正規の授業を取る資格はこの TOEFL である程度の点数を取らないと手に入りません。ですから例えば次第とかで全員留学するっていうふうに歌っている場合とかはこの点数が取れている人もいるんですけれども取れていない人たちはアメリカ人とかイギリス人と一緒に勉強することができます。これ法律みたいなものある種の点数がない人とかそれぞれ別クラスで日本人だけで留学してるでそうならないためにならないクラスで頑張って勉強してくださいねためにはこのTOEFLで普通は80点ですいい学校だと90点っていう点数を取らなければならない。で、そのための訓練が必要なんです。で、これ訓練しないと日本人ばかりのクラスにまとめられちゃう。言ってもかわいそうですけど、しょうがないですね。法律ですよね。だから大学のテキストを読めなきゃいけない。ですよね。英語で大学のテキストを読まないです。ですからそこまでできれば1、2年生のうちにみんなも見ていく。できればですよね。で、もう一つは、ごく常識的なことです。新聞とかニュースとかがわからない人っていうのは生活できないですね。そうですよね。皆さん NHK ニュース、わかりますよね。でもほとんどの人は多分 CNN ニュースわかんないですよね。そうですね。で、これも大きな課題です。例えば皆さん全員が、アカデミックな僕みたいな、文学の研究者になる必要ないのですね。4年間出て、あるいは留学して5年間で卒業して、社会に出て英語を使いたいという学生さんの方が外語代は多いかもしれないですけども、そういう力をつける。で、ただしですね、高校の時点でこのトップの平均点というのが、東京大学とかこの大学とかで何点ぐらいかっていうと60点ぐらいなんです。つまり大学入試というのは頑張ってください。大変ですから見ないとですね。でも終わっちゃった時点でさらに大人レベルの英語と比べると大したことないんです。留学できないんです。平均60点。80ないなんだ。ですからまた勉強しなきゃできない。で、そのための語彙力の増強というのがあります。きちんと勉強する人は高校レベルで基本的には文法等々は全部把握してますから、あと基本的にやらなきゃいけないのは、まず言葉をもっと広く覚えていくことを知っていくことというのが必要になります。それからこれは英語を専門にしている人は特になんですけども、正確に読むための基礎作業というのが必要になる。例えば英語の歴史ですね。歴史、語源の知識とかですね。だから古い英語、中期古英語とかですね。あるいはラテン語等々の、関連する諸外国語の知識。
これドイツ語とかフランス語とかラテン語とか知らない致命的なことに実はなる場合があるんです。これ語源わかんないですからですよね。でそういう勉強を多分しなければならないんですよ本当は今。それから時代的な背景、例えば三人称男性現在のエースというのはあって、中学生の時からあるいは人によっては小学校幼稚園の時から知ってるはずなんですけれども、これはどうして三人称単数現在のエースというのはつくんでしょうかね。 I like, you like、 で次なんで She likes とか He likes になるんですか。どうしてですか。自分とは関係ない人だと S つけますか。でこう街歩いてあれ関係ないって言うと S ってつけます。そうか、そういう気がする。もう一人知らなかったら知らなかったらいいです。はい、でこれはノルマンコンテストって知ってます。オレンジコーグリアンがイギリスに努力してイギリスを征服した。フランスの王家がイギリスを11世紀に征服しました、1066年、ね、その結果、イギリスの公用語がフランス語になったんです。ですから一般の農民の人とかしか英語を使わなくなったので、もともと全部変換だったんです。ドイツ語だったらイヒリーで、ジューリークス、ね、エアリークスというふうに全部変換があります。でドイツ語と同系統ですから、その変化がフランス語喋を公用語にしている時代に起こっちゃった。言葉が混じっちゃった。で、何でか分かんない。取っちゃってもいいんですけど、S だけ残って。あとは消えちゃっただけ。で、そこを知らないとダメだと思います。で、他にもいろいろあります。文法ももっと詳しくしなければ、知らなければいけない。それから音声に関する知識もなければいけない。だからバイブルやシェイクスピアのことも知らなければいけない。ということをやります。で、さらにライフスピーキング力。です皆さんそのスピーキングは興味あると思うんですけども、これ全部バランスが良くないとスピーキングが良くならないですし、ライティングも良くなります。で英語による表現力をリーディングと並んで向上させます。ですから僕の授業では毎回毎回毎週毎週英語でペーパーを1枚 A4 用紙1枚出さなきゃいけないと思います。これ採点して点数に含めます。両方一緒にやります。で大学にこの大学に入る学生さんは非常に優秀だと僕も思います。多分ここに来てくださっている皆さんも英語が好きだったりする人が来てくださっていると思うので優秀だと思うんですけども、まだ大学レベルでほんの一部の人以外は何とか書ける何とか話せるレベルにしかなっています。英語ではなっていないのが普通です。でそこからきちんとあるいは上手に書けるあるいは上手に話せるという方向性に行かないのであれば外国語学に来なくてもいいですよね。適当に喋っているからですね。そうですね、そういうことをやっていきます。で次に行きますけれども、はい。で、ライティングサンプルちょっと見てください。これ学生さんが僕の授業で書いた、まあ、大学レベルの英語ですけれども、風邪ひいた部分だけじゃないんですよ。これ実は英語別に悪くないんです。でも英語としてはダメです。この河川の部分ですね。だからアメリカ is often said as a country said to be ですね、これね。あるいはアメリカって言わないんですね。アメリカって南米の国ではね、The United States, the country of the United States。で、is often said as a country of freedom。 ちょっとのけとるんですけども、でも多分皆さんも声で語学だろうと思います。それは分かっていますから、僕たちにね。で、その後に so many people have って、これ、まあ、スピーキングの時にもやる人いますけど、これ何がダメですか？ダメなんですか？分かんなかったです。これ、文が2つ並んでますよね。この層の前が一つの文で、層の後がもう一つの文ですね。こういうふうに文つなげるときには何が必要ですか？接続詞ですよね。ないんですね、これね。層っていうのは、これは副詞であって接続詞じゃない。だから、アンデュー。で、アンデュー層僕は好きじゃないんで、アンデューにしてほしい。
あるいは別の接続を考えてほしいとかですね、非常に大きな問題がいろいろあります。And I have a bright image against America というのは、against の使い方が間違っているとか、大体こんな感じなんです。皆さん入ってらっしゃるときには。もっとすごい人もいますし、もっとダメな人もいますけれども、でもこんな感じで、まあ、ちょっと笑ってしまって構わないかのような感じです。で、さっき見てもらった卒業生の女性の作文は、さっきちょっとよく読んでみたら、やっぱりあの子の作文だと思って間違ってるところもあったりしたんですけど、先生の癖してあったんですけども、でも随分上手になります。で、次のも卒業生の例です。これは3月にアメリカから帰ってきた人です。修行するとこういうふうになります。Alex hunting stories demonstrate that the ultimate object of the hunt or goal of the race is a retrieval of the original past, which he can accomplish only by asserting his white male identity っていう文なんですけど、これも完璧です。留学して帰ってきた。誰も教え始めたところの卒業生です。もう10年ぐらい前。まあ、秀才ではありますけども、そういうふうに違っていくわけです。このステージを踏んでいきます。学部レベルでもこのぐらい書ける人実はいます。特殊な人で非常によく勉強してる人、それからたまたま高校まで向こうのいい学校に行ってる人、アメリカとかイギリスとか、いただけちゃダメですよ。いてもダメな人だ。いて勉強してる人、日本でも勉強してる人は、この人には負けないのは無理かな。これはかなり完成した形です。で、こういうふうに、段階を踏んでです。一度に行くことが無理ですね。で、ライティングの話はとりあえず置いておいて、じゃあそのテクストを読むという作業をどういうことかというのを今からちょっとだけやってみますけれども、このエドワード・アンボールズのダークキャッチというのは、僕が見ておりますように、いつも使うテキストです。で、これはね、持ち帰ってできる人は読んでみてください。僕は、これは、本当のことを言うと、高校2年の5月に英語で読みました。ですから、読める人が読めると思います。で、このね、ちょっとようやく読んでみます。語り手は幼い頃から共に続いて、さまざまなペットを飼っていた人物が、彼は若くして結婚したのは、次の妻もまた動物好きであったため、小鳥や金魚、犬や猿といったさまざまな動物を購入しペットにしていた。で、その中でもプルートー、冥界を司る神の名前、これはですね、ギリシャ語です。プルートーっていう、ギリシャの神様の名前ですね。と名付けられた黒猫は、ほとんどが美しく、また語り手によく名付いていた。しかし、語り手は次第に主眼に陥るようになり、不機嫌に駆られて、飼っている動物を虐待するようになった。ひどいですね。まあ、一つにはこれ虐待、ネグレクトについての話なんですけど、でそれでもプルートにだけは、手を挙げないといったが、ある日プルートに避けられているように感じた方だけは猫を捕まえ、衝動的にその片目をえぐり取ってしまった。これ非常に有名な恐ろしいシーンですね。で当初は方だけも自分の行いを後悔していたものの、そのものを強く言い出すとは、天の尺の心に駆られ、天の尺の心に駆られ、これはちなみにウィキペディア、から取ります。要約例として、取らせていただいて、そんなコピペしたものなんですけども、天の尺って何とか知ってますか？知らないですけど、天の尺って。それ見たことありますか？天の尺。ある人いたら僕にちょっとうちに招待、自分の家に招待して差し上げたんですけど、いないんですよ、普通ね。で、これは元の言葉はパルバルシリーということです。パルバルシリー。エドワーランドはこのパルバルシなものを書いた。ことで知られている作家なんですけれども、何かパルバルスという言葉がどういう意味か知ってますか？天の尺って普通訳しちゃって、エドワーランドのキーワードになってるんですけれども、そちらに話が全然ですか？いかがでしょう、大人の方。パルバルス、先生はいないかと。で、まあ、そういうことが問題になります。実はこれ、ラテン語でペルベルテレっていうラテン語から由来している言葉で、ラテン語のこれラテン語の辞書ですね、僕も1年ぐらい勉強したことがあるんですけども、にはですね、オーバーチャンズとかチャンズアップサイドダウン、逆さまに転倒することっていう意味が書かれています。でこれ分かんないね、例として挙げてるんですけども、分かんないものの例ですね、間違いもたくさんあるんです、これ。で、アルサトとプルートを木に吊るして殺してしまう、ひどいですね、黒い猫を木から吊るしてしまうんですけど、
これって実はアメリカ南部で黒人の人を認知してやるんですね。離岸線して行動するっていう、ね、で、まあ、もしかするとこれは人種問題に関する作品なんじゃないかと思ったりするんですけれども、さらにその場合語り手の屋敷は原因不明の火事で焼け落ち、火事が出てきますね。彼は財産の大半を失う。そして企業のことに唯一焼け残った限りは首にロープを巻きつけた猫の姿が生きていると。じゃこの2ページすごく重要です。まあ、答えを先に時間なく言ってしまうと、さっき言ったようなことです。これはあの黒猫のキャットっていうのは今でもジャズミュージシャンのことをキャットって言います。ですからザ・ブラックキャットっていうのは、一つにはアフリカアメリカの人たちに対する白人の迫害をテーマにした作品だと思います。でさらに、その後ですね、両親の呵責を感じた語り手は今更何をと思うんですけども、ブルートによく似た猫を探すようになり、よく似たってこれ似てるっていうのが重要なんですね。ある日酒場の棚の上にそっくりな黒猫がいるのを見つける。彼は黒猫を引き取って家に持ち帰り、初めは妻とも喜び合っていたが、しかしその猫はブルートと同じように固めであることに気づくと、次第にこの猫に対する嫌悪を感じるようになる。その上その猫の上には大きな白い斑点があったのだが、1匹目の猫は黒かったんですよ。2匹目の猫はですね、斑点があって白と黒、猫が混ざってしまうですね。それが次第に大きくなって公衆台の形になってきた。で、黒猫の存在に耐え難くなった語り手は、ある日発作的に猫に手をかけようとするが、妻が割り込み止めたために逆上し妻を殺害してしまう。まあ、黒い猫を殺します。これは多分アフリカアメリカの人の認知の、陰湯化っていうんですよ。陰湯化なんですけど、今度は女性の迫害というテーマで、要するに白人の男性ではないものに対する迫害がコアンテクストには、では、テーマ化されているということに多分なるんですね。ちょっと要約していっちゃうとつまんないんですけども、語り手は下の隠し場所シアンスの地下室の、レンガの壁に塗り込めて警察の目をごまかす。これ本当はレンガじゃなくてプラストラです。漆喰の壁で、これウィキペディアは違ってるんですけども、白い漆喰で埋めちゃいます。黒いもの埋めてしまう。で、それでも、露見する気配がないと見た方では調子の妻が乗り込められている壁を取らすると、その壁からすすり泣きた悲鳴のような奇妙な光源が聞こえてきた。異変に気づいた警察の一団が壁を、この一団というのは漢字間違っています。ママって書いてあるんですけど、壁を取り壊しに行かんと直立した妻の下とその頭上に座り目を何と輝かせたあの猫が現れる。で、語り手は妻と共に猫を壁の中に閉じ込めてしまっていたのであり、その猫によってこうしてかけられる運命を壊されたの。で、最初の猫を首吊りにします。で、最後に自分が首吊りになります。ですから、さっき同じ似ているということがテーマだって言うんですけど、この語り手っていうのは自分が殺した猫に似ています。で、しかもこれ最後の方にちょっと見ておいてください。叫び声っていうのが出てきます。この叫び声は Like that of a child というふうに子供の声のような、これをウィキペディアは見逃してますけれども、言葉が使われています。実際にはそこは出産のシーンの反復になっていると、言って多分いいと思うんですけども、まあ、そういう作品です。で、これを読むときに、ちょっと駆け足で申し訳ないんですけども、普通はですね、高校大学の場合だと大体訳せれば大丈夫ということになってますけれども、じゃあ大学でのリーディングというのはそれと同じかというと実は違います。で、一つには翻訳は必要だともちろん僕も認めています。翻訳の必要性で、最初の文だけしか取り上げられないんですけども、For the most wild yet most homely narrative、 ナラティブというのは物語ですね。 Which I'm about to tellI need to expect no associated belief っていう文なんですけども、これについて、予備校でもやります。僕昔予備校教師やってました。こういうふうに注釈をつけます。で、東京外国大学の授業では僕は英語辞典を使わないんです。英辞典でこういうふうに注釈をつけて Wild って Going beyond normal or conventional bounds、 bounds っていうのは境界線っていうんですね。で、ファンタスティック、異常なと、ね、ホームリーっていうのは家っぽいんだけど、
elaborate or complex. 複雑じゃない。で、3番のペン。このペンという言葉が write っていう動詞で使われていて、これは辞書にも載っていますけれども、非常に実は珍しい例で、僕はここ以外でペンが、ペンという言葉が動詞で使われるのを見たことがあります。これ、ブラッキャッツの朗読が YouTube とともに載ってるんですけれども、人によってはですね、これ書き換えちゃってます。I'm about to narrate っていうペンという言葉が奇妙なので削っちゃったりしています。で、ヨガのソリシティっていうのは、何年してくれと、せがむという言葉を、で、こういうふうに翻訳をして意味を確認することが絶対に必要です。意味をきちんとこの場合はどうかと把握すること、で、それをやるとこうなります。これはそこにお配りしたかなり古い、パブリッシュされた翻訳です。で、私もこれから書こうとしている極めて危機管理や極めて素朴な物語については自分はそれを信じてもらうとは思わない。そう願いもしない。OK です。一応翻訳としては間違っているとは言えないと思います。で、ところがですね、翻訳の問題点というのがあります。で、過去一にディノテーションとコノテーションという言葉がありますけれども、例えばさっき、お見せしたですね、注釈を見ていると何か気づいた人がいると本当は嬉しいんですけれども、ワイルドっていう言葉とホームリーっていう言葉は実は関係がありますよね。これ動物園庭園の作品ですから、ワイルドっていうのは野生のっていう意味、ホームリーっていうのはお家のっていう意味で、飼い猫と野生の猫っていう区分を思わせるんですね。で、この猫を神聖視した文化というのがあって、さっきギリシャが出てきてますけれども、猫を神聖視した文化ってどこでしょう。古代の文化、猫をミイラにしてピラミッドにって言ってわかるように、埋葬したのはエジプトですけども、エジプト人たちはワイルドな猫とワイルドキャッツとドメスティックキャッツの区別をしなかったということを知られていて、それを思わせるんですけども、この言葉は翻訳に現れてこないんですよ。そうですね、このワイルドとホームリーっていうのは実は対語として使われている。だから3番のペンです。このペンっていう言葉はなんでペンじゃなきゃいけないかという理由が後で出てきます。猫の目を見るときにペンナイフを使っているんです。ペンナイフ、それからペンっていうのは語源は何ですか。語源は何ですか。語源を知ってる人いないよね。これから語源を見てください。面白いですから。ペンっていう言葉はフェザーっていうんです。ラテン語です。羽っていう意味なんです。ですから、これも動物に関わっている、それから、ペンというのは普通、まあ、グリス、ガチョウの毛を使うんですけどね、それをインクをつけてこう書くわけで、まあ、普通白いペン、白いペンと黒い、白いペンから黒いインクが出てくるという、白と黒が混じるイメージを持っていることです。それからもう一つペンという言葉はですね、ピーグペンとかっていうと囲いって言います。動物を入れておく囲いで、動物が出てきているコンテクストでは囲うことっていう意味を持っています。で、それが語りを語ることについて使われている。例えば僕がこの部屋についてこの部屋の特徴を、まあ、みんなで述べてみようと言ってですね、僕がレオです、この部屋は空調されている、されてますよね、されてますよね。でもこれいいですか。加藤雄二というこの大学教授ですね、この日の様子を今日日記に書いた、ね、今日の部屋は空調されていた、終わり。ダメですよね。これペンするとですね、書くときにある限定された意味を囲い込んでしまうを指しているわけです。で、そういうところは出てきません。もう時間がないので、これ、キリがないんです。エドガー・ラン・ポーっていうのは天才なんですけど。で、この翻訳、仕方がないんですけども、翻訳してしまうと、そういうものは全部排除されちゃうんです。翻訳における意味の先生とかってなっちゃうけども、この翻訳した意味というのが合ってればいいんだっていうのは、実はあらゆるライティング・スピーキングの解釈について成り立たない。排除されたものが必ずない。で、しかもこれは、白人の男性による記述、ペンによって殺されていく、ペンナイフで目を入れる、ね、黒人の人たち、それから女性たちについての
簡単になるということになります。ですから、いわゆる翻訳高校までの勉強と同じようにやっていたのでは、今現代すごく重要だとされている多様性に対応できないというふうに排除されるものですね。排除する人と排除されるものがいる。これがディモクラティックじゃない。排除される人たちと排除する側っていうのを消さないといけないわけですね。でそれはテキストを読む作業ですね。を通して実は実現される。これはすごく思います。ちょっとこのコンピューターよくわからないんですけども、でそこが従来の文学研究の制度と現代の文学研究の制度の大きく違うところです。で大学においてテキストというときには、今のような意味が A ですね。意味がそこに現れ出ていること、意味が健全していること、あるいはさっきのこの部屋は空調されている、1時35分には28度で空調されている、ね、その3分後にはハトという人がエアコンを触ったので24度に空調されていたという、そういうこの時間の限界に基づいた物語を語ることというのは実は非常に限界がある。でそれを拒むのがテキストです。これテキストというのは語源的に織物という意味なんですけども、でそれはペン、加工、語りとかですね、あるいは実はこれ1パラグラフ目ですね。もうさらにバロックというフランス語で出てきます。バロックというフランス語で出てきます。で、これ R が2つ、まあ、フランス語で R が2分って言うんですよ。が2つ、ついてますけれども、これをそのテキストを編集した人が誤りじゃ、エドワーの方はフランス語ができなかったと書いてます。多分そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、音と続きの雰囲気を目立たせようとした。それからさっきのウィキペディアの技術は語り手って言ってます。これ間違いです。なんでかというとこの人は語ってなくて書いてるからです。そうですよね。でそういう一般的な思い込みによって忘れ去られてしまう差異を組み上げるのがテキストの理念だと思います。これはロダン・バルトっていうフランスの有名な批評家がいて、この人のテキストというのは中性でもあって男でもあって女でもあってかつ白くて黒いって言ったんです。それが理解されなければならないです。排除する常識的な語りとか解釈というのは排除するんですけど、それをしない。ですから翻訳とは違うんですね。で4番目ちょっと本当に急ぎますけども、文学文化の鑑賞と研究で文学とかあと絵画を見ること、僕も大好きですけども皆さんも好きな方いらっしゃると思う。それは重要です。まず見たり読んだりしなければならない。これをやめてしまったら何もできません。ただそこには限界があるということです。で今言ったようにじゃあエドワード・アンポーのザ・ブラック・キャットをウィキペディアの要約のように読んでしまったら、それこそ、このエドワード・アンポーの語り手じゃなくて書き手ですね、書き手が実践してしまっているペニングとかですね、あるいはその相手を抹殺して壁に飲み込めてしまうというような迫害を皆さんとか僕たちが行使しちゃうんです。ですから細かくきっちり読んでいると。それからそのためにじゃあどうしてそんな去年1年生をたまたま教えたらですね、1年生のある女の子にレポートの指導をしていたら、いつもそんなひねくれた読み方をしなきゃいけないんですが、本当に僕怒られたんですけど怒られたんですけども、常識的な読み方が、問題があるということですから、非常に細かく読まれているので、例えばその The Black Cat というタイトルを見てください。 The Black Cat、 さっきこれは Perversity ですね、トレアサイドの状態に関する作品だって言いましたけれども、 The Black Cat という言葉で The Black Cat 発音してみれば分かるんですけども、 A が共通しています。同一性が A によって示されていると解釈することは多分できます。でしかも、点灯がどこに絡まれているかというと、ブラックキャッチ、BC、ABC の順とか、点灯されている。こういう、つまり意味ではなくて、文字の並びによって、これ、シリーズって言葉のワンパラグラフ目に出てきますけども、コンシクエンスはシリーズですね。それが意味ではなくて、文字の並び方とか、あとは形によって示されて、通常排除されている、意味細胞を強調するタイトルに、なっています。
ちなみにこれ単数なんで、本当は猫2匹いるかもしれないんですけど、単数って言ってますから、この中に猫1匹しかいないんです。来てないですけど。だから、ここが3分どれ働きを指してるのか、来てを指してるんですよ、ね。で、こういうことをするにはですね、宗教か歴史とか言語学とか心理学とかですね、この、今のタイトルの読みに関する言語学的な知見が多分必要です。だから心理学、哲学、社会学、現代のさまざまな文化理論等々を大学で、まあ、非常に優れた先生方が音楽を教えてらっしゃるので、そういうものを学びながら、まあ、テキストのリーディングとか、あと鑑賞の、より良い鑑賞の方法を学ぶというところです。で、それがさっきの卒業生2人の、ね、例を見せましたけど、彼らはグローバルに活躍していて、で来年、オランダのユートレヒトで多分その一人と一緒に学会に出るセミナーやるんですけども、そういうふうになるためにはですね、今言ったようなことも、ものすごく簡単ですけど、世界の共通業界としての批評というのを学ぶ必要が出てきます。でこれは今学期、秋学期、これからやる授業の参考文献の例ですけれども、そのためにみんな難しいって言って嫌がるんですけれども、いろんな本を読んで、自分の、その知見の幅を広げていくということを行っていっています。で今のは文学の例でしたけれども、最後にですね、これ実は、現代の文化研究というのは日本ではまだそれほどでもないんですけれども、じゃあ英語圏ではイギリスとかですね、パンクロックの研究とかでも70年代からやってますから、過激です。イギリスは過激ですし、アメリカもそうです。ポピュラーカルチャーですね、今はパンクロックですけど、僕はジャズやったりとかですね、あるいはもっと新しい服飾文化をやったりとか、あるいは映画はもう常識的な科目になっています。あるいは音楽、まあ、いろんなジャンルのものですね。で、このジャンル文学とかですね、絵画とか、音楽とかっていうジャンルがこれ、ダンス構築っていうんですけども、世界的には1970年代にその区分が認められなくなっています。ですけど、何でもやるんですよ。で、そのことによって、さっきの、まあ、ブラックキャッツの例もあるんですけども、現代の、多分民主的と言っていいんですけど、民主的な、こちらの文化は良くて、こちらの文化はダメだから消えちゃいなさいっていう、そういうハイカルチャーというんですけども、としての芸術の概念というのは、現代では、変わりつつあるのが、ですから、いろんなジャンルを、まあ、大変な精密にテキストとして、こう観察しながら勉強しているというのが大学としての文化研究のスタートだと思います。すみません、長くなってしまって、これで終わります。